さらに1番の田中が抑えました。田中が代わって誘導の後ろ、2番の北野がこの難関の3番手を選択、そして9番の吉村、8番引田が乗っていきます。下げた6番の坂田が6番手、一方関東勢は動かす8番手、9番手、さあ6番の坂田が再スパート、もう一度行ったんですが藤田が若干遅れている、もう一度突き直していく、1番田中を叩いた坂田、九州2社、今度は関東勢がタイミングよく仕掛けていって天田が先頭に立って残り1周です。3番の小宮が追走、関東勢、九州勢を叩き切りました。9番の吉村が反応してこの乗った関東勢のところを打ちさばいていくか、さあ1番の田中がそれを見て一気に行く、隊列短くなったところを5番の天田を捉えた1番の田中です。ライン3人きれいにできりました。2センターから4コーナー、1番田中、7番土屋、そして2番の北野で直線勝負、先頭は田中、田中先頭土屋を振り切っています。難関ワンツー、そしてライン上位6戦です。北野まで続いて1番田中の好スパート、ここは合わせていくのが7番の三石、前では突っ張る構えを見せるのが岸澤、岸澤、三石、ともにいい位置、欲しい2人、そして3番、高橋はそれを後ろに睨みながら、外、踏み込んでいく、やはり高橋が主導権を奪っていきそう、ただ、内では突っ張った9番の岸澤です、岸澤がここは意表をついて突っ張っていきます。関東勢が突っ張って高橋は中段外に浮きました。一方中段は三石が制しています。高橋外に浮いて5番の竹内が連結外しています。最終周回に入って9番の岸田が逃げました。長い距離をもがいていく、絶好の位置は1センター2コーナー、中段の三石、その三石が破壊力抜群のまくり、2番の山下の牽制をかいくぐっていく、まくり切りました。7番の三石追っていくのが1番の池田、さらに3番の高橋がもう一度二の足三の足で追走直線コース、先頭は三石、後ろから有利に1番の池田が捉えています。1番7番、さらに2番の山下、あるいは3番高橋、池田、最後は三石に乗って今日は差し切りました。リプレイです。北日本貫禄者有坂がマーク、菅原を抑えました。東勢今度は中段の外まで故障が追い上げて、6番の星名が前で牽制していますが、7番の古性、中段の外なかなか出ていけない、近畿勢は出させてもらえません。むしろ西日本勢が中段のイン少しもつれています。うまく6番の星名がペース策に持ち込みました。3番有坂、そして7番の古性がその後ろ、8番の安藤をさばいていく、近畿勢が3番手4番手さばききりました。内からは菅原、その外まで追い上げた式用ですが阻まれます。先頭は6番の星名、1センター2コーナーです。そして3番手を確保した7番の古性がまくり上げる、5番の西岡だけが追走です。近畿勢捉えました。その3番手乗っていくのが9番の菅原ですが、小野が遅れています。2センターから4コーナー、先頭は古性、後ろから西岡、そして9番の菅原が迫って直線、この3人での一着争い、古性が粘ってのゴール、最後古性押し切っています。2着にはどうでしょう、菅原が肉薄したか。リプレイで振り返りましょう。南関東2社が6、7番手、そして岡山勢が8、9番手、先に動いたのが1番の小野です。6番手から五十嵐を連れていきます。前段は九州山口新義ですが、その横まで南関勢が来てインを切ります。ジャン前誘導も退避、そして6番の戸伏が今度上がってきました。一旦先頭に立ったのが岡山両者です。戸伏、井上、それに乗る形で内を潜った5番の牛山、いい位置をキープしながら牛山、そしてまずは岡山勢を制して、あっとこのまま先行策に出ました。牛山が今日は逃げ勝負です。2番の飯島、後ろを一目確認しました。7番の堀が3番手、そして岡山勢が苦しくなって、今度は1番の小野がまくり上げる。さあ中段あたりから小野がまくり上げて五十嵐が追走、九州勢はまだ後方です。3、4コーナー逃げる展開になった牛山、番手は飯島、そして7番の堀、内から8番の井上、外から1番の小野と五十嵐直線コース、先頭はまだ牛山、牛山先頭、飯島わずかに捉えています。わずかに飯島捉えて岩戸地ワンツー、逃げ まずは東の遠征3人が上がっていきます。中段に人気の和歌山勢ですが、そこに蓋をしていきます。ジャン周回に入ってホーム1コーナー、前行きが中四国勢、中段の内に包まれたのが和歌山勢、抑えるのが東の遠征勢です。4番田中に昨日も連携した宮倉、そして栃木の江連れと
今度は石丸の横まで上がってきます。じゃあ迎えます。石丸がこの東の遠征勢を送り出します。その石丸が4番手をキープ、地元勢が7番手以降になりました。ここは開き直って稲毛まくりに構えていきます。縦長の展開です。かけていく4番の田中、番手が9番宮倉、3番手6番の江連れです。中段は車間を詰めていく石丸、そして稲毛もまくり上げる。合わせて4番手から石丸、まくり合いになりました。石丸と稲毛、石丸稲毛がまくり合う。内にはまくり切った先に2番の石丸、外はへばりつく7番の稲毛、その後ろでじっと構える3番の東口、直線コース。石丸先頭、石丸先頭、東口が割ってきて2番車、まずは石丸、そして東口に5番の筒井。激しいレースになりました。まくり新田をやはり抑えます。3番手のインでかぶっているのが新田、抑えるのが近畿。4番の黒川は初の準決勝記念狙っていきます。一方2番の田中が誘導との車間を空けました。4番黒川、まずは先頭に立ってジャンを迎えます。後ろを確認して、そして黒川先行体制に入ります。金田、松村がマーク、国村がそれに乗って4番手、一方新田は外並走の5番手から早くも仕掛けていきます。パワフルにここは仕掛けていく。さあ早くも黒川の横、1コーナー並んできました。新田です。新田の後ろは1番の佐藤康則、そして佐藤和也とついています。青森勢完全に北日本勢、そして2番の田中のまくり、外いい勢い、3番手2番手まで接近、佐藤康則の牽制。さあここはかいくぐっていけるかどうか。4コーナーから直線、まだ新田先頭、新田先頭、新田先頭で後ろから2番の田中、さらには3番車金田健一郎です。金田が最後追い込みました。矢野と稲垣踏み合いになっていますが、後ろ連結外しています。池田、その間に 2,3 番手共同勢が収まりました。池田はどうでしょう。いや、ここは6番の矢野、早めにジャン前叩きました。かなり速いペースになっている。残りここでようやく600。7番の稲垣です。3番の村上、そして立て直す6番の矢野、その後ろに池田、もう一度合流する。1番の金子は落ち着いて7番手まくりに構えている。もう一度矢野が行ったんですが、ここはできれません。池田がとうとうここで切り替えます。3番手インカできました。さあ先頭は7番の稲垣、バントは少し鈍ってきた。さあ3番の村上が発進する、そして2番の池田もがき合いになる。村上と池田、そこを1番の金子満を持していきます。去年のチャンピオン金子が村上にさあ襲いかかって、最後直線先頭いたします。金子先頭、後ろから林と福田、神奈川勢を制して最後は金子です。金子が和歌山記念昨日京都連勝、満を持してのまくりでした。